はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。今ですね、また妖怪ウォッチプニプニで炎上している件があります。コアタックなんですけども、なんとですね、まあ、プニプニガチ勢と呼ばれている、もうプニプニ配信開始からずっとプニプニやっている方たちが、まあ、引退、このアプリをね、面白くない、もうやってらんねえぜということでやめていくっていうね、ことがね結構起きているらしいんですよ。今日はこれについてね、ちょっとコナンの考えを話していきたいなと思います。皆さんのね考えなんかもコメント欄で教えていただけると面白いかなと思います。まずですね、スコアタックなんですけども、今年から大きく変わりました。まあいろいろ変わったんだけど、今回まあ炎上しているのはこのこれですね、ギミックが登場したということです。そうなんです、スコアタックにギミック登場。これどういうことかっていうと、まあスコアタックのポイントに書いてある通り、今週のスコアタックの敵は必殺技を使うと反撃をしてくることがあるよ、その時に技ゲージが吸収されてしまうよ、うまく攻略しようということで、まああれだよね、よく隠しステージとか強敵ボスであるあのギミック、まああれまでね強力ではないんだけども、まああんなようなギミックが追加されたということです。これについて皆さんどうでしょうか。でまあこれに対して、まあガチ勢と呼ばれている方の、まあ一部意見だと思うんだけど、まあこのギミックでスコアタック台無しだよと、今までのやり方が使いにくくなった、まあ例えばスコアタックで、まあ、ハイスコア出すのにですね、ブルジョアジーを使ったブルジョアループなんていうね技がありますけども、まあそれが使いにくい、アルルループが使えない、まあ使いにくい、まあそれは技ゲージ吸収が、まあやっぱりそうだよね、技ゲージ吸収があるからね、ということで、せっかくですね、まあこれらの、まあ、技はですね結構難易度高いんですよ。なのでまああのキャラの入手難易度も高いし、これをやるためのね、まあ、育成、そしてプニスキルなんかもね難しいんですけども、そのあたりせっかく苦労して、まあ、課金もしてですねゲットしたこのキャラ、そしてこのテクニックが使えない、台無しじゃねえかということで、まあ、やってらんねえぜって言って結構炎上しています。まあこれについてはいろんな意見があるかと思います。そもそもですね、まあ、妖怪ウォッチこのプニプニに関しては配信当初からこのギミックというのが存在しました。まあボスですね、イカカモネギ町なんかでもイカスミっていうね、この炭でもってね、このプニの場面を隠してしまうっていうねまあ冷静に考えれば相当理不尽なギミックなんですけども、まあこういうギミックもね、もう配信当初からありました。まあこれがですね、まあ、理不尽ではあるんだけど、ある意味ゲームをね面白くしている要素であったんじゃないかなと思います。他にもですね、ツラデタロー丸、せっかく作ったデカプニをですね、いとも簡単に釣り上げられてしまうっていうね、そんなギミックがありました。もうびっくりですよ。でデカニャンでね、キノコ玉、これはですね結構笑えません。結構難しいというかね、このキノコ玉のおかげで結構すぐやられちゃうっていうね、デカニャン難しくしてるギミックなんだけど、まあこんなのもありました。そして究極のギミック、あやとり様でですね、技ゲージ吸収、さらにこの目を潰してからじゃないとねダメージ与えられないっていうねギミックありました。まさかこれスコアタでやんないよなっていう感じはしますけども、だから妖怪ウォッチプニプニのね、このギミック自体は最初からあったことで、まあ、今更どうこう議論することはないのかなと思います。である時からですね、隠しステージに強敵なるものが現れます。でこれがちょっとその許容できないぐらいに理不尽なギミックをね仕掛けてくる、まあ、シャッフルであったり反撃、反撃も半端ないですよ、ワンパンですよ、必殺技の効果無効、そして技ゲージ吸収、これもほぼ全部持っていくからね、フィーバーゲージ吸収、これももうフィーバーインしてワンチャン狙おうっていう、そこさえもねこの潰していくっていうギミックも何でもありですよ。そんなギミックがね登場されました。まあこの辺りからね結構いろいろ言われていますこれじゃあ今これがねない時にはまだサボりだったりダメージカットだったり、そういう技を使ってね、まあ
いろいろ回復技だったりそのあたり組み合わせて強敵を、ね、攻略するという方法があったんですけども、まあ、このあたりの、ね、強力なギミックが出たあたりでもうそれは全て潰されました。もうあえて言うなら封印バトルであれば封印を進めるか、封印進めてもですねさらに特殊能力持ちキャラがないと立ち行かないっていうね。なのでこのあたりからいろいろ意見あるんだけど、まあこれもね難しいところがある。確かに特殊能力持ちキャラがないとですね最近プニプニ始めた方初心者では到底勝つことができないんで、その昔からプニプニやっている人に対して初心者でもワンチャンこの逆転できるっていう要素を、まあこれはねゲームとしては必要だと思うんだよね。まあそれを与えるためにはどうしてもしょうがないのかなと思います。でここでですねスコアタックの意義、どうしてスコアタックがあるのかとかね、そのあたりもちょっとね考えていきたいなと思います。スコアタなんですけども、まあスコアタックとはゲームで高いスコアを出すことを狙ったやり込みプレイのこと、主にアクションゲームやシューティングゲームなんかで行われることが多いです。もちろんパズルゲームでもあります。だからやり込み要素と競技性っていうところがね、まあ通常のゲームモードに対してプラスされているところかなと思います。でまあ妖怪ウォッチプニプニでは新しくなってこのリーグ制もね導入されました。いよいよこの競技性 e スポーツ性がねこの強化されてきたのかなと思いきやなんですけども、リーグ制自体はですね妖怪ウォッチプニプニだけでもなくてですねいろんなところで使われています。まあ競技大会の大会形式を指す用語なんですけども、参加者チーム同士がそれぞれに対戦を繰り返して対戦結果を総合した成績によって順位を決定する、いわゆるグループトーナメント戦でですね、まあ野球やサッカーラグビーなんかで導入されています。リーグ戦のねメリットっていうのはまず盛り上がる、まあ今のプニプニ盛り上がってるかっていうと微妙なんだけど、で小さな勝利を積み重ねて登っていく達成感あります。野球なら地方大会から甲子園にねこう進んでいく、まあそういうね達成感みたいなものがあります。で一方でリーグ戦はね課金を増やす、リーグ戦をすることでヒエラルキーができる、強い弱いが一目瞭然、ダイヤモンドリーグでプレイしたいっていうことで運営的にもね結構メリットがあって今回リーグ制導入したのかなと思います。でいろんなゲームでねこのリーグ戦ってやってんだよね。まあ妖怪ウォッチのゲームでね妖怪三国志っていうゲームありますけども、こちらもですねリーグ制導入しています。だから昔から長く続いているゲームは結構ねリーグ制導入しています。で運営の狙い、今回ですねスコアタックを大きく変えた、そしてギミックをね追加してきた狙いなんですけども、まあ、新たな攻略要素、スコアタックを盛り上げたい、新たな攻略法に期待、新必殺技新スキルが登場の可能性もね出てきた、まあ、このあたりがね運営の狙いなんじゃないかなと思います。僕がやってみた感じ、確かに今までの攻略だけだとねなかなか安定してスコア出せません。今回この技ゲージ吸収をねいかに攻略するかっていうのがポイントで、だからデカプニをねうまく使って吸収されてさらにもう一回技貯めてバフとかねスコアアップ貯め直してっていうね、そのあたりの処理をどうするかっていうのがまあスコアタのねポイントになってくるのかなと思います。だから純粋に運営はもちろんね解約しようと思ってやってるわけじゃないんで、良くしようと思ってやってるわけなんで、このあたりがね狙い目かなと思います。ただまあ、この背景としてですねゲームのこの位置づけというかなが変わってきてる、ユーザーの思考もね変わってきてるっていうのがあります。だから競技から楽しみの方向に変わってんだよね。だから今までは競技性の高いゲーム、まあ、PUBG であったりねバトルフィールド、あと格闘技ストリートファイター2とかね、パズルゲーで言えばテトリスみたいなねもうガチなスキルを競う競技性の高いゲームが人気だったんだけど、最近はカジュアル性が高いゲームの方が人気になってきた。例えばフォールガイズであったりね、まあ任天堂の大乱闘スマッシュブラザーズであったり、
ただ単なるゲームのスキルを競うというよりは運要素がねかなり高くなってきたのが人気だから、このあたりをプニプニにね反映しているっていうのもあるんじゃないかと思います。だからつまりユーザーはさ勝ちたいんだけど練習はあんまりしたくねえぜっていうねそういう人が増えてきたんで、まあ今回プニプニにもそういう要素をねちょっと強化してきたのがかなと思います。さあ皆様ですね、今回のこのスコア太郎改善なのかギミック導入どう思いますでしょうか。そのあたりねコメント欄で教えてほしいなと思います。